はい皆様お疲れ様ですまあちょっとねこれまさしくゴミ箱みたいになってるんですけどあのまあこれ一応まだ使ってるんですよ。あのゴミ箱みたいに見えますけどあの全然使ってますしバレル買って捨てないからどんどん溜まっていって、まあ、ほぼ11年分の、まあ、思い出が。 ここにま,あまとまってる感じであと他にはまああのー、ゴミのようにまだいっぱいあるんですけどなぜかここに集まっているゴミクズたちがですねあのここにちょっと集まっちゃってるんでねそれをちょっとね僕の思い出話と一緒にね、あのー、ちょっと振り,返振り返っていきたいと思います。はい、まずこれこれれが 一番初めに買ったバレルですね11年前だからまあ僕が18歳ぐらいの時かなはいまあその当時はえっとですねまあ、僕京都出身でで京都のアイリッシュバーであのアルバイトしてたんですけどでそこで、まあ、壁掛けのハードダーツがあってでオーナー のまあ、アイルランド人と、まあ、京都の、えー、日本人の女性が、あのーまあ、2人で経営されてたアイリッシュバーだったんですけど、まあ、そこでダーツ始めてみないかってことで始めたのがきっかけなんですねが18歳の時で、まあ、11年前ぐらいで、まあ、始めたら、まあ、そこからの,みのめり込んでしまってですねで当時、あのー、そこ、まあ、京都って京都って 外国人がすごいいっぱいいっぱてでその京都ダーツオーガナイゼーションズの中にはかなり外国人もいたんですねあの、まあ、日,本日本語もまあペラペラな人もいてでそこの中にあのギャーリーっていうイギリス人の出身のダーツプレーヤーがいたんですね、まあ、日本語ペラペラでうちの,あの、まあ、ダ,ダーツバーの、まあ、ダーツバーではなかったんですけど、まあ、そこのアイリッシュ パブの、まあ、常連さんで,で当時ですねなんかこういうバレルをね売ってたんですよ彼が、はい、あのフライトとかあのシャフトとかいろいろダーツポイントとか、まあ、全部あの100%ハードダーツだったんですけどね11年前彼がそういうあのなんかあの、まあ、個人的に売ってたんですねあのダーツとかダーツエクイプメントを。 で、僕その,の時ちょうどハマりだしてで京都ダーツ KDO の方にも入って毎火曜日かなハードダーツの、まあ、リーグ戦そういうのにもなんか出ていったりしたっていう時だったんででその彼がゲイリーがあの「買わないかとダーツを」で「あのあ買いたいですマイダーツ欲しいです」って言って買ったのがこれですはい。 グラムあのねこれめちゃめちゃ今思えば重たいんですよねはいあのー、本当になんかこうイギリスのね古き良きダーツというか今ではねすごいかなりブランドがいっぱいありますけどあの本当に素朴なダーツから始めましたはいでこれがねすごいうん まあ11年前やから始めた時から23年を使ったかな、うんはあ、もうとりあえずもう何も考えないでダーツやってましたずっとバーで働いてたんであのー、バーが例えばね、うん、あの11時とか12時に閉まったらそこから朝までダーツやるとか、あのー、まあアレンジとかね、あのー そこまで詳しいことは分かってなかったんですけど、もうとりあえずあのトリプルを狙ってシングルを狙ってダ,ルダブルに入れるで勝負が決まるみたいな。ダーツのね。もう魅力にハマっていったのがこのバレルですね。はい。思い出のバレルです。はい、こんなね。ほんと素朴な。バレルから。 ダーツ始めましたねね今こんななかなか売ってないですよね多分これブランドもないんですよあるとしたらどこかなハローズかうんなんかね二群なバレルですけどねはいこれがなぜかまだ残ってるという感じではい次のバレルに行きましょうかもうねやっぱバレルが 覚えてますよね。ね。その当時を、ねうん、でこれこれがねジームス・ウェイドの、まあ、ユニコーンのバレルなんですけど、あのー、これがねなぜかね2セットぐらいあるんですよ、うん。っていうことは6本ぐらいあるんですよ。で、なぜかっていうと、 まあこれ軽いいんですよねだ二十2 0グラムかなうん20から21だったと思いますはいあの仕事であのヨハネスブルグにあの当時行ってでそれがだいまあ4年ぐらい前かなでその会社のホテルが、まあ、サンドンシティっていうとこなんですけどそこにまああの、まあ、ショッピングモールがあって でそこであの、まあ、プラーって見てたんですねそしたらおもちゃコーナーのとこにダーツが売ってたんですよはいユニコーンのボードとあのなぜかあのジェームス・ウェイドのバレルが売ってたんですよなぜかねで僕当時あの まああのこっちに香港に来て香港の,あのまあ香港で仕事を始めてで香港からまあヨハネスブルグにあの行った時だったんですけどそこその時にはまだあのなんかこうダーツはどこ,どこでもできるんだっていうことにまだ気づいてなくてあの海外出張の時はねあのダーツを持っていくってことはしてなかったんですね。その仕事先で 仕事先のスーパーでこれを見つけちゃったんでもうその時にユニコーンのボードとこのジェームス・ウェイドのバレルを買っちゃったんですよ。でそこまあハードのボードやから別にホテルやしあの設置もできないんですけどなんかこうなんやろなあの本棚かなんか棚のとこにちょっとダーツボードを立てかけて。 投げましたね、はい、もう投げたくて仕方なかったんでしょうね。うん、っていうのを覚えてます、はい、このジェームス・ウェイドの「ストレート・バレル」なんですけどうんもうなんやろうな,なんかこうおもちゃを大好きなおもちゃを手放してしまってた状態でそれを大好きなおもちゃを 発見してしてまっただからもう急いで買って急いでホテル中でダーツをしたっていううーん本当にちょっとねわがままでね買っちゃったって感じでうんこれもまあ、まあ、ハードハードのねうーんダーツなんですけどこれ覚えてますねはい。バレルって 皆さんどうなんすすかかねね捨てるんですか、ね、うーん、でうどうでしょうねあとこれこれはまあちょっと似てるんですけどあのー、これですねユニコーンのバーニー RVB レイモンド・バン・バーネバルなんですけどこれがブラックエディションっていうやつやったかなうん 22g はいこれは 仕事でアムステルダムに行った時にそこのなアムスで大きなダーツショップがあったんですよでそこでちょっと名前忘れたんですけどあのなんかオーナーが、まあ、あのド,イツドイツ人じゃないあのオランダ人のオーナーがいてでそこには結構ねしっかりとしてあのしっかりとねなんかダーツの。 商品がずらーってボードやらバレルやらフライトやらもう100パー、まあ、ハードな感じやったんですけどあのバレルを探してるとあの彼にあの言ったんですねあのどんなバレルがいいかなみたいなで当時はどれ使ってたかなこれを使ってたんかなはいこれはまあターゲットのストームなんですけど あのこれが調子悪いと彼に相談したんですよ。なんかその人はダーツのトレーナーもしてるみたいな,なんかウェブサイトで書いてあって、まあ、4050ぐらいのメガ,ネメガネかけたオランダ人のおっちゃんやったんですけどあのこれを僕使ってますと現在ねあのサンダーターゲットのストーム。でこれが調子悪いからなんかあんまり綺麗に刺されへんし。 なんか投げててもなんか変な感じするしどうしたらいいんですかって言って言いに行ったんですよねそしたらこれを買えと RBB 買えとこの 22g これがすごいいいから買えって言われてで投げてみたらまあまあ言わ,れ言われるがままちょっと投げたんですよねそしたらまあなんか、うん 綺麗に飛んだだしその時だけねで買っちゃったんですよ。うん、であのまあこれ相当えっとねアムスやったからあのイギリスではなかったしあかなり高かったんですよユーロで。このバレル r b b、まあ3本セット1セットで何本やったかなかなり高かったです。 100, 100ユーロいっちゃったかなうん普通ってねこういうのって30ポンドぐらいで買えるんですよ UK でまあ日本円で大体まあ三4 0 0 0円かな三4 0 0 0円ぐらいで買えるはずなんですけど一万円ぐらいねあの1万円ぐらいで買っちゃったんですよ まあ別にぼったくった気は彼ないんでしょうけどあのー、まあちょっとそこのとその当時まあ高かったダーツーでまあちょっと買っちゃったなっていう思いではあったんですけどまあこれもね調子良かって2年ぐらいずっと使ってたかなうんハードの,あの香港のハー,ドハードリーグではずっと使ってたし あのうん、ずっと使ってましたねこれははいかなり古さが出てますけどもちょっと待ってピンと合うかはいかなり古いですけどねまあザ・ハードって感じですよねユニコーンで、うん、まあそれがその思い出でしたねこのユニコーンの RBB はい、でこれはえー、っとな4年ぐらい前に日本で勝ったんですよ、うん、どこで勝ったかなまあティトかダーツハイブとかで勝ったんですよねでこのポイントはまあ後で変えたんですけどまあ普通のシルバーのポイントやったんですけどねでなんかもう一目ぼれしてねこのシェープに。 何シェイプっって言ったらいいんやろうまあうんハードダーツのヨーロピアンプレイヤーで言ったらアンディ・ハミルトンみたいなザ・ハマーのねあの全然ブランドは違うんですけどなんかこういうちょっとこうストレートバレルなんですけどあの頭のとこがちょっとシュッとしてるというか、うん、ポール・リムみたいなポール・リムみたいなこの。 バレルの形なんかこれをね買う前にネットかなんかで見たんですよこれを別に触ったわけでもないのにねもうそしたらその瞬間からもうこのバレルのことしか考えられなくなってもう絶対これ欲しいみたいななんでか知らないですけど別に実物で投げてみたわけでもなくもうなんか。 普通にファーってウェブオンラインショッピング見てたらこのダーツターゲットストームシリーズを見てまあこれ欲しいと思ってでも買ったっていうのがこれでしたねまあ調子は良かったですけどねうんだからまあこれをつけてからあの全然投げるようにはならなかったんですけどうん これはまだいたい1年以上はみっちり使いましたね、はい、23g ですね、うん、ターゲットの、うん、この色がす色に一目惚れしたんかなぁ別にシルバーでもなくねなんかこのちょっとこうブラックな感じのバレル僕には当時すごい新鮮でいろいろねシリーズはありますけどこれ すごい良かったっていうのがまあ思い出ですね。はい。まあ違うバレルに行ってみましょうか。皆さんちょっとピントがね合わないんですけど、はい合いました。これこれはあのね香港のダーツハイブで買った D クラフトのまあ言っちゃえば安物のバレルですね。はい。あの。 当時だからこれも大体4年ぐらい前で、あのー、ソフトもやらんといかんなって思い出したのがまあ4年前で,でずっとそれまでハードのバレルしか持ってなかったんですけどもうソフトもやらざるを得ないというか「俺ダーツプレイヤーですーってみんなに言って「えそしたらソフトは?」 っていう会話になるんですけど「いや俺ソフトあんまやらへんねんハードハードしかやらへんねん」みたいなあの感じの会話にいつもなってたんですけどね4年ぐらい前なんでやらへんのと、うん、なんか「ハードだけ」みたいな「ソフトもやりいや自分楽しいのに」っていうのを広東語で言われてですね あまあ、確かにすっ、まあ、9割ダーツバーって言えばソフトじゃないですか D2 とかフェ,フェニックスとか特に香港なんてダーツライブが多いし、うんまあ、今、まあ、フェニックスもあの、まあ、同じぐらい人気なんですけどそんな時にやっぱりあの まあ当時思ったのがやっぱ「ああダーソフトもちゃんとできるようにならなあかんな」みたいなね言い訳はできひんなみたいなあんな,あんなおもちゃみたいなダーツ俺はやらへんねんみたいな4年前思ってたんですけどやっぱりあの避けては通れなかった道がまあ何だろうん僕の中の変なプライドがあって「あのハード俺はハードしかやらへんねや」 みたいなね、まあ、それでもいいんですよいいんですけどやっぱソフトもうまくなりたいみたいなあの考えになりだしたんです。はい、でとその時に D ・クラフトのこのバレルが香港のダーツハイブショップチムサーチョイ店ですねあの当時ちょっとフラッと入,れ入ったんですけどその時にこの D ・クラフトのこのバレルを見つけて。 これいいなと思ってちょっとごめんなさいあのピントが合わないんですけど合いましたはいあの、まあ、4年前ブレットタイプでうんこんな感じでちょっとつけてみましょうか今あ逆だったこれがまあまあ大体普通の16.16 16ぐらいかな16から1 6 5ムなんでしょうね まあ、頭に重重りがあってで、まあ、この腰のとこがくびれてるみたいな感じででこの時、まあ、ダーツライブのカードも買ってこれでレーティングっていうんだよみたいなあの投げてスタッツあの調べて自分であの数字が分かるんだよみたいな毎回カードを挿してあのゲームするといいよみたいな。 ののを言われれててこれと一緒にダーーツライブのカードも買ったのを覚えてます、はい、4年前に。でそこからレーティングっていうのを知り出してあの当時レーティングあの、まあ、ハードをずっと始めてて4年前にシフトチェンジしてレーティング12から始めました、はい、当時ダーツライブのねレーティングこれを使って12からスタートしましたはい。 ってていうのを覚えてますねうんやっぱバレルって覚えてるな僕は覚えてるんじゃないですよこのバレルが覚えてるんですよ思い出をだかられっきとしたねこれはもう何でしょうねバレルが覚えてるからまあ息子たちみたいなもんかもしれないですね、はい、あでこれはねまあまあハイクオリティなダーツなんですけど まあターゲット、ターゲットジャパンって言えばいいんですかあの、てっぺん、K2 ですね。はい。ターゲットの、あの、ソフトダーツの、まあ、K2、エベレストかな。あ、エベレストやわ。K2 じゃなくて。うん。小野啓太モデルのエベレストってやつだったと思います。うん、そこら辺のやつで。で、この D クラフトの、 これかなり安くて大体2300香港ドルやったんでまあ言うたら23000円ぐらいで買ったまあ言ってしまえば安物のバレルやったんですけどこれターゲットのてっぺんこのエベレストこれが結構しっかりした値段で大体1万2000円ぐらいしたかな当時、う。ん でなんかこの先っちょに惚れてえー、こんなんあるんやと思ってアキュートって言うんでしたっけちょっと忘れたんですけどあのソフトにものめり込んだ当時だったんでこれ買った2年2年以上前かなうんだかなだらこれを1年ぐらい使った後に本腰を入れて買ったのがこれですねこのターゲットの、まあ、ソフト ソフトバレル、えー、エベレスト 16.5g かなやっぱ似てますよねやっぱりうん、なんかこう頭頭の方にあの重心があってまあシェイプも似てるしここもねキュッとしてる感じが似てるしなんかバレルってなんやろう自分の女の子の タイプが決まってるようにバレルにもすごい出ると思います。はい。あの女の子のタイプってそこまであのバラバラではないと思うんですよ。やっぱり好きなこんな女の子がいいみたいなって大体決まってると思うんですけど。 あのまあねなんか女の子やったら例えばあの足が綺麗な女の子とかちょっと太った女の子がいいとかショートカットの女の子がいいとかねなんかあのいるじゃないですか。それとと、ね、バレるって同じだと思います俺はこの頭の方が大きいバレルがいい16.5がいいとかこのアキュートじゃないとダメとか。 すごいねこだわりが出てくると思うんですよだからバレルイコール女性という考えこれはね多分間違ってないと思いますはいじゃあ見てみましょうか他はもうないかな、うん、まあそんな感じですかねはいあとはまあこのフライトダーツ GB これはまああのえっと以前あの話したあのレッツプレイダーツドットユ .uk というまあイギリスの多分ナンバーワンぐらいのあのオンラインショップがあってまああのオンラインショップえっとねえっとオンラインとあとまああの店も構えてやってはるっていうああのあのお店があるんですけど。 あのまあ、ポール・スミスさんがあのオーナーでですよ PDC の、えーとね、ワールドカップとか見てたらあのスコット・マケンジーとか、まあ、香港代表の、ね、スコット・マケンジーとかあとあのヨーロピアンのあのコーロファイヤーをサポートしてるんですよ。 あのダーツ GB って言ってねあの小さく腕のとこと腕の袖のとこと、うん、胸,の胸のとこもつけたかなつけてたかなダ,ダーツ GB って言ってね、うん、であのそこのフライトまあ、がっつりハードですよねはいこれをねいっぱい買っちゃったんであの家で練習する時はねあの なんか時々いじって使ってみてます。はい。っていう感じですかね。ごめんなさい。ちょっとあの寝起きで。噛みまくりで何喋ってるかちょっとわからない部分もあったんですけど、あのこのね。動画どうだったでしょうか？皆さん、皆さんこういう風にバレルもしくはシャフト。キープしてますか？ね。皆さんあればですね。 こんな動画撮っって、てて YouTube にちょっとアップしてみてください。僕もね皆さんがどんなダーツライフを送ってるのかそしてどのようなダーツをね買ってるのかこうやってキープしてるのかとかですねあのやっぱ僕も見てみたいと思うんではい皆さん何かコメントがあればお願いいたしますダーツのねダーツトークをしてですねあの うん、そうですね。ごめんなさい。ちょっとあのぐだぐだになったんですけど。はい。以上で終わります。ありがとうございました。